皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、人気教室に育てていくための3つのチェックポイントについてお話をしていきたいと思います。どの方もですね、教室を行っていくっていうことを考えたときに、やはり不人気よりは当然人気の教室がいいわけで、で、その人気の教室っていうのは実際に存在しているわけですよね、世の中には。で、その人気の教室のあの先生は一体何をやっているんだろうとか、まあ、どういうふうにしてやってるんだろうっていうのは気になるところではあるとは思うんですけれども、私がいろんな教室をですね、コンサルタントという目線で引いた目で見ていった時に、まあ、ある共通の特徴があるということは、その共通の特徴で自分が足りてないものとかもしあればそこを補えば自分も人気教室と言われているあの先生のように近づいていくこともできるという、まあ、どちらかというと今日は考え方ですね、ノウハウそのものっていうよりは、より自分の教室を育てていくための人気教室にしていくための、まあ、考え方ですね、そんなのを今日はお伝えしていきたいなというふうに思っております。はい、それではですね、まずその3つのチェックポイントって何なんですかっていう、まあね、お話をしていきたいと思うんですけれども、まず、3つのチェックポイントを先にね、結論をお伝えします。まず1つ目が独自性ですね。で、2つ目が選択と集中、3つ目が情報精査メンタル力っていう、まあ、このあたりが必要になってくるかなというふうに思うので、それぞれ一つ一つ解説をしていきたいと思います。まずですね、独自性っていうことはおそらく、そうですね、ちょっとマーケティングの勉強をしたりとか、コンサルの、ね、方についた期間が短かったとしても、コンサルについたことがあるという方だったらよくね、独自性とかオンリーワンの自分の教室の特徴とかね、だいたい考えさせられたり書かされたりとかっていうことは多かったと思うんですけども、やはりこちらはですね、まあ、どうしても人気教室っていうところで考えた場合に外せない点ではあるんですね。ただその独自性っていうのは、じゃあ、レッスンがものすごく際立っていて難しいスペシャルなレッスンを教えてれば独自性になるかっていうと、まあ、それも確かにその一つなんですけれども、どちらかっていうと今の時代のトレンドは、一つのことだけで秀でるっていうよりは、掛け算の魅力ですね、これかけるこれかけるこれみたいな、まあ、2つか3つは掛け合わせる方が、まあ、オンリーワン独自性とかが強くなっていくので、まあ、自分の得意を掘り起こすっていうことはどの道必要にはなるんですけれども、じゃあ何をもって掛け合わせとかをねしていくのかっていう、まあ講師としての魅力とか、まあ、教室としての魅力をアップするために、まあ、掛け合わせをしていくためのヒントっていうのをちょっとねお伝えしたいと思うんですけど、まずですね、知識とか技能とか大前提なんですけれども、オールマイティに全ての知識を持ってる必要はなくて、ベースになる基礎はもちろんあった方がいいんですけど、そこから派生していく応用知識ってありますよね。このあたりで、例えばここの分野では私はね特化しているとか、何かそういった秀でるものを1個作るっていう、1つを突き抜けさせるっていう知識や技能のところですね。まずここが1つ目のところになります。で、もう1つは、人間力というか、講師の先生のパーソナリティですね、教室の先生のパーソナリティそのもの、それが考え方であったりとか人生観とか、そういうものも含めた、まあ、単純に生徒さんからこの人好きって思われるような要因と要素になるんですけれども、これはですね、本心を恐れずに、きちんと外向きに発信できてるかできてないかっていうので伝わる伝わらないっていうのがあるので、炎上するほど過激なことを言う必要はないんですけれども、私はこういう考えでやってますとか、こういうものが好きですとか、まあ、そういうものを伝えることによって、あ、そういうものが好きなんだ、先生の考え方好きとか、そういう人をね集めていくものになるので、ご自身のね考え方とか思いとかを伝えていくっていうのも、まあ、掛け算のその2のところになっていきます。
あとは、その3つ目の掛け算のところで言うと、自分の過去の、経歴の中で、例えば料理教室をやってる先生なんだけれども、そうだな、例えば日本舞踊とかね、やってましたみたいな感じで、その日本舞踊の中の特徴とか、ね、素晴らしいこう舞とか、そういう日本の伝統文化を愛するみたいな、そんな気持ちと料理、実はフレンチだったりするんですよ、教えてるのが。だけれども、じゃあ例えば、ジャパニーズフレンチみたいなものとか、そうだな、踊りとかをね、なぞられて、ダンスとか、ダンスじゃないな、舞踊か。舞踊と、そういうジャポニズムを意識した形のものを取り入れたフレンチですよ、とかっていう、その背景には日本舞踊やってたからです、みたいなのがあると、なんかだいぶこう、ただのフレンチとは違う、なんか新しい斬新さを感じるとか、そういうこともあったりするんですよね。だから、料理とかお菓子とか、そういった自分ができる技能そのものに特化した知識のところだけで勝負するんじゃなくて、自分が持っていた過去の歴史とか、過去のスキルとかと組み合わせると、だんだんこう、独自性が強まっていくので、パーソナリティと過去の自分の、肩書きとかスキルと、今の知識で特化したもの、この辺り掛け合わせていくとだいぶオンリーワンに近づいていくので、これをね、一つ独自性として作り込んでいくと、目立つものになっていくと思います。事例で言うと、例えば私パン教室をやっていたんですけれども、その時に当時あまりなかった、今は割とポピュラーになってますけども、パンと写真を教えるっていうものを組み合わせた講座とかを持っていました。写真は教えられる技能があったので、それをパン教室と一緒に発行の時間に写真を教えるっていう形で組んでやっていたんですけれども、発行の時間とおしゃべりタイムとかでも全然いいんですけども、ちょっと違うことを同時になられるとお得感があるじゃないですか。なので自分ではそれを教える、知識技能がすごい、ものすごい先生と比べたらないですよ、それは。だけれども、写真教室として食べてってるわけではないので、パンがメインの中におまけ的についてる写真も習えて、写真が上手になるといいよねっていうコンセプトで作っているので、皆さんどのみち出来上がり撮りたい方が多いから、それが綺麗に撮られるっていうことはご本人も嬉しいし、こんなの作ったよって言って綺麗な写真を拡散してもらえるんだったら、私にとっても得なわけですよね。綺麗な写真で撮ってもらった素敵なパンとかが、その人のお友達に拡散されていくと、その中のもしかしたら誰かは習いに来たいと思うかもしれないじゃないですか。ということは、素敵な写真を撮ってもらえるってことは私にとっても有利なので、そういう一石二鳥みたいな意味合いもあって、パンと写真の講座を作っているんですけれどもね。ですから、そういう独自性っていうものがあるっていうのをしっかり掘り下げて作り込んでいくっていうのが、まず1点目、大事なことになっていきます。で、2点目ですね。選択と集中っていうことなんですけど、これはもうパン教室じゃない、教室の先生に限ったことじゃなくって、私自身もいつでも選択と集中を繰り返してるんですけれども、教室の先生っていうのは心優しき人が基本的に多いんですよ。割とこう生徒さんがね、困ってるとか言うと、それを叶えるためにこういう講座を作ってあげようってこと、講座を作る。で、講座を作って、もともと欲しいって言ってる人がいるから売れる講座なんですよ、それは。で、今度違う生徒さんから、こんな講座があったら来たいですって言われると、そうだねって言って、優しい先生はその講座を作ります。そうすると、ここでまた講座が出来上がる。で、そこそこ売れるんですよ、この講座も。で、また誰かから頼まれる。で、やっていくと、どういうことになっていくかっていうと、売れる講座はたくさん持ってるんだけども、だんだん教室のカラーが薄まり、かつ自分の時間がなくなって、どんどん辛い状態になっていて、疲弊していっちゃうんですね。でもみんなは喜んでるし、だけど、自分の時間はどんどんなくなるみたいな。で、教室の特徴もだんだん薄れるから、新規の人がだんだん来なくなるんですよ。既存の人の声をばっかり聞いて講座を作ってると、その人たちからの受けはいいんです。で、リピーターになる人たちの大切な生徒さんの声は反映させる必要はあるんです。だけれども、それを繰り返していると、だんだん教室の軸がどんどんぶれていって、
あの教室は一体何屋さんなんだっていうのが分かんなくなってきちゃう、外から見た時に。そうすると新規集客ができなくなった時に授業って止まっていっちゃいますので、先生によくお伝えしてるんですけど、既存の人が7割、新規3割っていうのを入れ続けるバランスで常に動き続けることを意識してくださいっていうことは伝えてるんですよ。既存で回ってるというのは素晴らしいんですけど、既存10割とかだともうコントロールのしようがないんですよね。いつか辞めるかもしれないっていう人の方をはらんでることになるから、一気に辞めることはないんですけども、新規を増やす勘どころとか癖をつけておかないと、人がいなくなったから唐突に新規募集しようとすると、普段新規を募集し慣れてない人はいきなり新規は作れないので、結局売り上げが落ちていくっていうね、そういう感じになっちゃう。ですので膨張しすぎた時にはやっぱり一回自分のメインに立ち返って枝葉を切り落とすっていう作業を1年に一度、まあ大きいやつは3年に一度ぐらいはドカッとやってほしいんですけれども、まあ、1年に一遍ぐらい棚卸しで自分の今の現状状況どうなんだっていうのを把握した上で、それを修正と調整を繰り返していくっていう必要はあると思います。はい。ですので、選択と集中がね、結構大変なんですよ。その先生個人の頭ではやりきれないケースが多いです。なぜだか分かります。生徒さんの顔が思い浮かんじゃうから講座を閉鎖できないんですよ。その先生が自分で考えると。まあ、できちゃう先生もいますけどね。あとどういうタイミングで言っていくのかとかね、作っちゃっただけに閉鎖するのって難しくって、新規で手を広げる方が、それを閉じていくことよりも楽ちんです。新規で広げていく方が、閉じる方がね大変なんです。これは私がよくやっていたので、それはね経験済みでよくわかります。ですので閉じる時にはどの講座を残してどの講座を閉じるかっていうのは将来性ですね。自分のやりたい方向と将来性を加味した上でやることとやらないことを決めるっていう感じなので、一人で判断つかない時にはやっぱりコンサルの先生に見てもらうとかですね、そういう人の力、第三者の客観的な目の力を借りるっていうのも選択肢の一個です。なのでどこかの段階で選択と集中を上手にしてます。人気教室の先生って10年やってれば大きなの 3年に一度ぐらいやってますね、お話聞いてると。だから人気を保ち続けるんです。リニューアルしながら新しい位置を入れて、綺麗にまた修正と調整を繰り返してまた次に行くっていうのを上手にですね、拡大方向に向かって動いている方は上手にやっぱできてます。なのでポイントとしては2番目は選択と集中ですね。はい。で3つ目、情報の精査とメンタル力っていうところなんですけど、ここも結構弱い先生が、まあ、結構多いですね。弱いっていうか、まあ、慣れてない。なぜならば大体ですね、教室の先生になるっていう背景っていうのが一番多いのが、どちらかっていうと、まあ、喜んでもらいたいから、すごい例えば教えてもらってうまくできたありがとうとか、それを言われたいがための優しいボランティア精神に近いところから大体教室をやってるケースとかが多いので、ただお金をいただいて授業として回し始めると、当然その領域で比べられたりとか、いろんな情報が、今まで家の中でこじんまりやってたのがいきなり外の世界と触れ合うようになって、いろんな情報が一気に入ってくるようになるので、メンタル的に弱い方、要はあまりこう打たれ強くない方に関しては、人と比較をする、 SNS 見ちゃう、相手のライバルになってるような先生の教室はめちゃめちゃよく見える、繁盛しているように見える、まあとにかく人のことがよく見えちゃうんですよ。でそうすると自分って余計自信がなくなったり、残念な気持ちになったりとか、ね、いや私ってこんなんやってていいんだろうかとかね、迷いが出てきたりとかっていう感じになってしまうので、情報はある程度ね取り入れて、現状が自分がどういう立ち位置なのかっていうのを理解するために取り入れたり、他のところはどういうふうにやってて人気教室はどうしてるんだろうってたまに参考に見る分にはいいんですけれども、しょっちゅう追っかける必要はなくて、でだから情報の取り入れ方と精査の仕方っていうのも、まあ、コントロール力が結構必要になってきます。
あと、なんか被害者妄想的にその方の文章とか内容を見てしまうと、これは私のことを言ってる？誹謗中傷してる？とか勝手に思い込んでしまう人もね、いて、そして勝手に落ち込んだりとかね、することがあるので、まあ、情報は必要なんですけど、過度に取り入れすぎないっていう、このバランスを取る上手さっていうのも、人気教室を作っていく上では多分必要です。で、あとそれを見てもぐらつかないメンタル、落ち込まないメンタルとかね。なぜ自分はその授業をやってるかっていうのは、喜んでくれる生徒さんのためなんですよね。だからそれを人と比較する必要はなくて、自分にとって、自分のサービスを喜んでくれる生徒さんと、例えば今見えてる華やかに人を集めていて賑わってる教室に来ている生徒さんっていうのは、好まれてる状況が違う可能性が高いんですよね。であれば、そこを落ち込んでもしょうがなくて、だから独自性の切り口と切り込みっていうのをやっておくと、私は私で日本唯一のオンリーワンの教室だという何かに特化した状態でですよ、思っているのであれば、そこで心がグラグラすることはないし、まあ、なるべくグラグラしないように平静を保ちながらっていう、精進をしていくっていう感じですね。これは経験値によります。会社員長い人、まあ、私も22年やってましたけども、会社員でいろいろ残念なことあります。いろんな方と、いろんな年代の方と、いろんな性別の方と、取引会社さんもいろんな考えの方と、会社の命令というか、会社の中の一会社員としての役割で動いていかないといけないので、当然自分の心を殺したりとか、うまくね、付き合うために、上手な言葉を選びながらお伝えしていくっていうことを訓練されてるから、そういう人はそこまでメンタルやられないです。あんまり外界と触れ合ってないで、あまり外で仕事もしたことがなくって、ちょっときついことも言われたこともなくって、人から非難をされたこともなくてっていうふうに育っちゃってる人が、一人でブログを書いたことによってなんかコメントが来たりとかですごい落ち込むとかね、そういうのもあるんですけど、まあそれをうまくやっていくのも仕事のうちと思ってですね、情報は取らなきゃいけないんだけど、必要以上に取り入れすぎない。特にそのメンタルがやられちゃうような情報に関しては、まあ素知らぬふりをしたりとか、まあ、直接的に攻撃してくるっていうことが、まあ、もしあったら、その時はちょっと対処考えないといけないんですけど、まあ、大概自分で読んで自分で勝手に落ち込むみたいなケースが多いので、まあ、落ち込まないメンタル力ですね。これも結構ね、人気教室の先生はタフですよ。タフです。もちろんものすごく熱狂的なファンとかにはものすごく好かれてたりとかするんですけど、光の法則というか、光と影の法則なんですけど、飛び出るとですね、まあ当然そこの光が当たって後ろに影ができるわけですよね。で、その影の部分に人いたりするんですよ。私、あなたがそこにいるから影の中入っちゃったじゃないみたいな 言いがかり的なものを言ってくるようなタイプの人もいるんですよ。それを笑顔で流せるかっていうね、ことになってくるので、これもどこまで自分がだからとんがっていくかによって、この後ろに来る闇が増えるか増えないかっていうのもあるんですけど、突き抜けすぎるとあまり言ってこなくなるっていうのがあるので、そこまで行く間は嫉妬されます、うまくいってるとね。特に女性は嫉妬する傾向が強い。もちろん男性も嫉妬するんですけども、女性は嫉妬する傾向が強い生き物なので。まあ、私も一応女性なんですけどね、そんなこと言ってもあれなんですが、傾向があります。私はあまり嫉妬はしないんですけれども、すごいなって普通に尊敬するだけで嫉妬にはならないんですが、そうすると、それを言葉に出して、攻撃してくる方もたまにいらっしゃるでしょう、おそらく。ないしは遠巻きに言ってるのが耳に入っちゃったとか、そういうこともあるでしょう、おそらく。でも、自分の使命は何なのかっていうことに立ち返った時に、その人たちに惑わされてる時間もったいないんですよ。一生の時間って決まっちゃってるから。だったら自分のサービスを喜んでくれる人のために邁進する、そのために時間を使うっていう考え方の方がはるかに建設的でいいと思うし、人気教室の先生はタフなメンタル力を持ってます。
なので、情報の取り入れ方とタフなメンタル力、これは連動するので、ぜひここも覚えておいていただきたいなというふうに思います。はい、ということでまとめます。人気教室に育てるための3つのチェックポイント。1つ目、独自性。2つ目、選択と集中。3つ目、情報精査とメンタル力ですね。この3つを上手に扱いながら、ご自身の教室を少しずつ少しずつ成長させて、いずれ人気教室という形にしていっていただければなというふうに思いますので、ご参考に。それでは。